じゃあこれからのポチがいい。早いな。急に恐竜なの。ポチって。ポチ。わあ、これ。皆さん、ごきげんよう。高評価、チャンネル登録お願いします。今日は。で今ね、シノの横にこの箱があるんだけど、これはなんだっけ？カレスポのランドセル。シノがね、いよいよね、1年生になるので、これはね、ランドセルです。で、ランドセルの紹介は、晴れママキッズ TV でしてるので、そちらでね、ぜひ見てください。何色かはまだね、内緒です。で、今日はね、そのランドセルに入れる文房具とかね、あとね、学校で必要なバッグとかね、いろいろ買いに行きたいと思います。なので、早速、行ってみましょう。おー、買いに行っちゃおう。ということで今日はね、シノの1年生の準備ということで文房具とかいろいろね買いに来ました。はい。可愛いのあるといいね。うん。あ、見て見て、この辺がさ、入園入学進級のコーナーだね。あ、シノほら、お道具箱あるよ、ここに。あ、本当だ、お道具箱、ね、あ、いろいろあるね。ピンクがいい。ピンクがいい。あ、これ可愛いじゃん。ほら、キラキラしてる。ピンク、レクこんな感じだったね、確かね、うん、これ、これいいじゃない、それ、早いね、よかったね、ラスイチで、あー、これ懐かしい、これあ、懐かしいねこんなのあったな、なんかいろいろあるけど、もう一瞬で決まったなあ、これは移動ポケットだね、これ欲しいね、ハンカチとか入れるのにいいよね、これがいい、え、もう決まったの、いいの、これがいい、これアヒルか、アヒル、あ、そうだね、白鳥、ユニコーン、あ、これユニコーンだよ、ユニコーンだ、ちょっとさ、この辺さ、揃えられたら揃えようよ、他もさ、ちょっと見て、まあじゃあこれ候補で見てみたら、うん、ほら、体操着袋とかもあるでしょ、ほら、この辺ほら、お揃えできそうじゃない、あ、これのお揃えもあったかな、うん、じゃあこれとあのポーチがいい、早い、早いな、早い即決だな、こっちはどうかな、こっちはねこれが、道具箱入れる袋かな、バッグ、急に恐竜なのこれ上履き入れだよね、あ、この辺はほら、鬼滅とかあるねで、ドラえもんとかシナモンロールとかね、あ、お猿とジョーズ、呪術廻戦とかもあるよ、本当だ、これ、あ、この辺そうだね、さっきね、見た感じだね、これ、うん、これ揃えそうだね、このシリーズね、ちゃんと揃う、あと上履き袋か、うん、上履き袋とかあるかな、はい、これお揃いだね、あ、そうだね、この辺がお揃いだね、ユニコーンのね、うん、じゃあいいじゃん、揃うかもね、これでね、うん、これならいいね、うん、上履き袋これ、そうだね、これがちょうど良さそうだね、上履き入れんの、うん、あ、いいじゃん、結構揃ったね、揃ったね、うん、コップ入れがちょっとなさそうだね、あ、コップ入れがそのシリーズがないんだね、ちょっとね、売り切れちゃったかもね、そうだね、あとこれも必要なんだよ、あとこれがね必要なんだよね、雑巾をつけるやつ、こうやってつけるの、でこれ買ってこっか、うん、であとねセロテープが必要なんだって、うん、だからあとこの辺かな、ね、これ何、あ、ね、ここピンクもあるよ、あれ本当だ、ピンクにする、うん、ね、ピンクにする、うん、セロテープね、セロテープ、ピンクのねセロテープにします、であとはね鉛筆とあと消しゴムかな、うん、ちょっと選んじゃおうか、どれにしよう、ね、消しゴムはね無地じゃないといけないみたいだからこの辺だね、うん、これまとまるくんかな、うん、ね、まとまる、あとは 2B の鉛筆だね、うん、この辺ねカラフルで可愛いね、うん、これどれ、これ書き方鉛筆にします、カラフルで可愛いねこれね、うん、あとね赤鉛筆が必要みたいな、この辺かな、あとね赤鉛筆買います、はい、こっちにある、あ、ここにあったね、これバッグとかと一緒のね、ユニコーンかな、あった、ジョージも、あ、ジョージもね、あれじゃん、こんな辺で揃えようか、じゃあ、あ、100もあるんじゃない、あ、100もある、あ、これじゃない、これいないの、ほら、ユニコーンだよ、じゃあこっちもこれかな、じゃあ、この書き方鉛筆と、あとね、この定規と、あとキャップね、じゃーん、で、このね、お揃いのユニコーンのキャップ、これを買いたいと思います、はい、ほら、お名前ペンもユニコーンだよ、名前ペンもいいじゃん、これも必要だよね、うん、これもね、お揃いのユニコーンだね、うん、やったね、あ、ちょっと待って、ほら、下敷きもあるんじゃない、下敷きも揃えてかったね、え、どっちだ、どっちだ、あ、まあどっちでもいいけど、ユニコーンだったらこっちかな、いや、何種類かあるよ、ほら、あ、どれにする、こっち、決めた、いいじゃん、お揃いじゃん、いや、あった、
お、自由帳、これもね、同じシリーズだね。うん、よかったね、ラス1だよ。危なかったね、うん、あとさ、ちょっと筆箱も見たいね。うん、この辺がね、隅っこだね。うん、ね、かわいいよね。この辺にも筆箱あるね。なんかちょっとランドセルみたいな形だね。この辺は鬼滅だよ。鬼滅がある。自由帳とかも鬼滅の学習帳。ゆずこ、いのすけ、でんず、はい。ポチポチって。わー、これ。ハルキア、ディアルガ、アルセンス。やっぱこれがいい。こっち？あ、これもでもユニコーンなんだね。うん、あ、これだったらほら全部揃うよ。ね、いいんじゃない？うん、ね、これがね、手下げバッグ。これがね、上履き入れだね。これ体操。これがね、体操着入れだね。そしたらこの移動ポケットもこっちがいいか。だからこれが、移動ポケットがね、同じ柄のやつね。コップ入れ。で、これコップ入れ。全部揃ったね。で、この辺はね、筆箱だよね。これこれこれ、この辺ツムツムとかだね。これシナモンロールとかね。これあ、この辺隅っこだね。これ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 、あ、すみこにする？これ、これにする？あ、すみこにするの？それにする？うん、やっぱこっち。あ？やっぱこっち。あ、こっちにする？あ、まあいいんじゃないの？かわいいよね。じゃあさ、さっきさ、ユニコーンで揃えたけどさ、これすみっこで揃えなくていい？中身、鉛筆とか。すみっこにする。すみっこにする？で、ちょっともう一回選んでみようか。あ、自由帳ここにあるね。自由帳は、このすみっこのね、自由帳にします。ね、ここ、キラキラじゃん。ね、かわいいんじゃない？自由あ、じゃあ、あとは鉛筆だね。どれにしようかな。書き方鉛筆はこれにしたいと思います。あ、赤も入ってるんだね。うん、いいね。2B と赤は両方入ってるから、うん、じゃあこれでいいかな。一緒。マイネームもあるよ、ほら。名前ペンでもね、隅っこなんてあるんだね。下敷きあった。あ、下敷きあった？どれにする？これ。これは下敷きじゃないな。下敷きはこの辺だよ、ほら。何種類かあるんじゃない？こっち。下敷き決めた？こっちにします。お、下敷きはこのね、ちょっと、あ、透明だけどキラキラしてるんだね。ねえ、ちょっとモザイクかかってるよ。で、隅っこの下敷きはこれにしまーす。あ、じゃあ自由帳はね、いっぱい使うので、これもね、使っていきたいと思います。キャップあったよ。あ、キャップあったね。うん。あ、何種類かあるよ、ほら。これ。ちょっと見てみたら。これ。あ、こっちもあるよ。それでいい？こっち。隅っこのキャップはこれにしたいと思います。はい。あと、定規があるね。うん。あ、これがスリム定規。ちょっと細めなんだね。うん。あとこっちにね、青、水色、青か。あ、これはいい。あ、これ映画のやつじゃない？どっちがいいか。こっちにする？これがいい。じゃあね、定規はこれにしたいと思います。じゃあね、あと使うかわからないんだけど、鍵入れ、鍵入れね、キーケースを買いたいと思います。まあ最初はね、使うことはないと思うけど、一応ね、買っておきたいと思います。はい。とね、ちょっと傘を見たいと思います。かわいい。これよ、かわいいなった。どれにしようかな。この歌を覚えて、はい、あー、いいんじゃない？あ、大きさもいいんじゃないの？これぐらいかな？うん、開きます。はい。この透明の部分が多めでいいんじゃないの？あ、多めだ、ね、そうだね、この大きさだったらランドセルもね、ちゃんと隠れるよね。うん。でね、だいたい揃ったので、これでね、買いに行きたいと思います。重いね、重いよね、いっぱいだね。よし、じゃあ買いに行きましょう。おー、ただいま、ということでね、いろいろ買ってきました。はい。結構気に入ったのがあってよかったね。うん。で、何を買ってきたかの紹介は、晴れママキッズ TV でしたいと思うので、ぜひね、そちらで見てください。見てね。皆さんごきげんよう。また見てね。バイバイ。お買い物じゃんけんじゃんけんぽい。お買い物ポーでした。バイバイ。バイバイ。Thank you.